ロンパクチャンネルへようこそ。今日のゲストはロンちゃんです。ゲスト扱いなの？主役じゃないの？何自分が主役みたいに言ってんの？今日のゲストはおじさんです。今回那須旅行の帰り道ご覧ください。次は渓流釣りのとこに行ってみましょう。行けるところがあるので。アイランドパークだね。この茂みの向こうが。アイランドパークを使いたい人が使ってもいいってことか。おお、那須アイランドパーク、ワンちゃんに優しいからね。多分日本一だと思う。目の前南高岡牧場、ソフトクリームの一つでも食べますね。本間さんに乗ってソフトクリーム食べたね。おお、かっこいい。ナスケリパー、ケリパー、ケリパー。わーすごい、お水の音。わーめっちゃいる。わーすごい、めっちゃ泳いでんじゃん。わーすごい。何やりたい？ターザン、セグウェイ、10分過ぎやりたい。食べる魚釣りだな。ちゃんとしたやつだな、ね、ちゃんとしたやつだ。あ、これソリだ、チバソリ。あー立派だ。あーいいね。ターザンはこれだ。どこに行くんだろう。怖え。あーすごい。じゃあ魚釣りしてみようか。まず皆さん、なんとおばさん39歳だ。40歳です。ヘルメットかぶんだよ。これさ、セグウェイをやりたい。買ってこい。じゃあおばさんがセグウェイに乗るらしいよ。なれんのかしらね。おばさんがレクチャーされてる。あ、あ、お、お、さっきちっちゃな子が上手に乗ってたよ。ねえ、乗ってたから乗りたくなっちゃった小学生。おー、曲がれない。なんか、あ、こうか。セグウェイおばさん、さっきの子めっちゃ速かったよね。あ、気持ちいいかも、これ。人生最初で最後だな。教習所の中を走ってくる。どうですか、ハクちゃん。おばさんの運転技術はどんな感じで。まさか我がチャンネルでセグウェイ乗ってる姿を映すとはな。これは面白い。おかえり、終了。どれがマスなの？鯉が釣れちゃったらどうする？わかんない。鯉国にすんのかな。言わない、ヤマメ、ニジマス。あれほら、赤いのが入ってる。赤い線が。だから何かだよ。それが何かわかんないけど。じゃあ、幅にさ、飛び跳ねてんの。元気いっぱいだよ、ほら。あらららら。釣り餌。水入れなきゃいけない。うん。はい。八王子の釣り吉三平と呼ばれたこの私が。ね、釣りなんかしたことないよね。大きめの方がいいっておばちゃんが言ってたよね。けびるとダメみたいな。あなたはけびるから、いつも。でもこれ一回で釣れたらそれはそれでもうあれだね。大きすぎるとプラス100円だって加工賃。チビがいいな。おお、狙ってる狙ってる。おお、もしかしてこれで釣れる？勝手にしよう。おお、大きいの来ちゃった。やばい、大暴れ、大暴れ、大暴れ。あれ、いやいやいや、フィッシングプロのポーズ。フィッシングプロ。うい。大きい。大きいね、これ。大きいの釣れちゃった。うん、はい、よいしょ。裏手テラス。おお。大きいのが釣れちゃいましたね。ね。不本意ながら。カレーめっちゃ食ってたからね。不本意ながら。ちょっとおばさんがほぼ食べます。やっぱ大きいから100円プラスでした。ちょうど1000円だね、釣り代と、うん。すぐ釣れるか面白いね。もうちょっと焦らして最後の一餌で釣れるぐらい。あとこれだっていうやつ。全部食べられるってこと？キン君が釣った。ニジマス。ね、何が釣れるか分かんないからね。イワナとヤマメとニジマスがいるから。そうそう、メセメセ。塩焼きもいいけど。おすすめって書いてあったよ。いきます。はい。うまそう。あ、うまい。全部食べないんだよ。どうやって食いやいんだよ。図紙無理だよ。図紙の方が美味しい。箸なんかじゃ割れない。いただきます。あ、ほらもう、どうだろう。見て、骨。うま、骨。手づかみ熱いわ、まだ。体からの風味するわ。うまい。朝食腹パンでも入る。もうほくほく止まんないな。あんな食えねえ食えねえ言ったのね。ハクちゃん、レモンサワーいいっすか。レモン系買ってくれば。ジェン、レモン極まる。凍結と一緒じゃん。ありがとう。もう昼食えないな、これ。ごちそうさまでした。
面白かったね。それもちょっとじらしてほしかったな。簡単に釣れすぎたな。セグウェイ面白かった。幻の乗り物だからね。確か美味しかった。唐揚げで正解だな、ね、全部食べられる。塩焼きの方がそれっぽいけど実は唐揚げだね。美味しかった。次は癒しを求めてオルゴールを聞き都会の雑踏に枯れ果てている。八王子そんな都会じゃないし。10分ぐらい。え、ダメよ。セブンイレブンで麦茶を買いました。108円。水筒に移して。冷え冷えを保とうっていう。そう、大事なもん。つるせこです。あ、ステンドグラスビジネス。これがステンドグラスだ、うん、ここもね素敵なんだよね。おじさんが泣いちゃって感動して。パイプオルガンだっけ。そう、パイプオルガンの生演奏とかあったよね。高台じゃない、ここ。日陰。あそこが。よし。すごいよね。すごい。あの山梨のさ、オルゴールの森美術館、あそこのさ、バイオリンが3台ついてるオルゴールはさ、ね、ロストテクノロジーって言ってたよ。今演奏してもらったけど、これすっごいもんね。2024年でしょ、うん、なんかできそうだって気するけどな。 LD みたいな回ってるとこの穴からね光が入ってプラネタリウムみたいなんだよ。すげえな。これオルゴールな。あら、こんなところに。何してるの、ロンちゃん。こんなところでおやつ代を稼いでると。デザインがさ、すごいアンティークでさ、可愛いんだよね。ベルがついて、太鼓もついてる。木魚みたいなのもある。わぁ、見て、蝶々になってる。可愛い。ドラクエのさ、王様。ドッグランでもそういうのに座ってたよ。話しかけたらね、セーブできるから。次のレベルまでは、32,500 ポイントが必要じゃ。天使じゃないのか。鳥の首絞めて、ナイフ2本持って、狙い撃ちしてるもん。結構天使って、野蛮だったんだ。プリケッツだけど。中指立ててるわけじゃないよ。びっくりしちゃった。I'm number one だよ。ナスオルゴール美術館さん、入館料引きで1100円。 10% オフで990円。ワンちゃんにも優しくしてもらったね。ワンちゃんが中涼しい。中涼しい重要だね。これはおすすめですね。ゆっくりできるわ。30分ごとに4台5台を音聞かせてくれるような。この後は道の駅シリーズ行ってみよう。いろいろあるな、ここ。足湯でもありそうな雰囲気だけどな。ね。ホキール星人、萌えがお兄さんで出てる。似てるって。犬のうんちを食べて、うまいって。あんま似てないな、よく見た。似てないんかい。いろんな建物がある。840。キャンプやる人がさ、買うやつなんだよね。やらない人です、ね。実家に？開けて、一回使って、それを実家に渡す。するせこ。分ければいいじゃない。こんな、なんか瓶かなんかに入れとけばいいでしょ。案外余るんだよね、こういう調味料系って。余る。ありがとうございます。はい、どうぞ。あらちゃん、下で。ごちそうさまでした、うん、暑い。那須高原って避暑地って言われてるけど暑いよ。スイトン食べたかったな。次は58ロハスフラ。キャンプ場なんだろう。美味しそう。ブルーベリーのクリームソーダ。トンパクさんは肉球アイス。分かってる、もしかして。これ入ってるから。コーダはすぐなくなっちゃいそう。ハチミツアイスって書いてある。このアイス美味しいね。ブルーベリーも美味しいわ。大きいね、このブルーベリー。美味しい。舐める？あ、ロンちゃんが食べちゃった。あ、食べてるよ、ハクちゃん。ハクちゃん食べてる。あ、美味しい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 。隠すな、隠すな、隠すな。クールダウンしよう。あ、美味しい。おー、食べてる食べてる。ハクちゃん氷系あんまり食べないけど、これ美味しい。よく食べるね。ごちそうさまでした。なんちゃんね、もう終わってたんでね。おしゃすぎるね。
平日1500円。ドッグランに含まれてんのかな。1時間1500円ってことか。土日祝2500円。セレブじゃん。でもセレブに見合ったこの噴水プールだよ。セレブが来るところでした。ここはバーベキューもできるってさ。ドッグラン付きグランピングとかいっぱいあるサイトが。ここもドッグランだ。味ついてるんだよ、このまま。サモ焼き？うん。中鶏肉ってこと？肉の感じがいいね。タコの代わりにシャモが入ってるね。うまい。あの顔ハメやらなきゃ。うん。それそれ。私の知ってる鬼平犯科帳じゃないのよ。ハクちゃんはもっと違います。鬼平って書いてある。味は洋菓子だね。冷たい。ちゃんと鬼平犯科帳のさ歌ってなんだっけな。男だったら12型兵器分かった。配役が新しくなって時代劇専門チャンネルでやってるらしいよ。中もねそれっぽくなってて面白かったね。ご飯も食べたかったけどテーブルがないので。屋根付きのところかわいいんだけどご飯を食べる感じではないんだよね。ご視聴ありがとうございました。セグウェイはね、ちょっとね、触れないで、ね。涼みに行ったわけじゃなかったんだけどね。思いのほか結果的に暑かった。そうそうそう。ここいいなってところは、いいとこだけチョイスしていただければと。一押しはどこ？釣りだろ、釣り。釣り吉三平だからね。私はオルゴール美術。何週も演奏聞かせてもらってもいいだろうし。ありがとうございました。また見てね。